こんにちは。あの、昔ね、私、小学生の頃なんですけども、ちょっと面白い話を聞いたことがあったのを思い出しました。それはですね、ある人とある人が二人でね、よーい、ドンってして、日本の端から端まで競争するそうなんですよ。で、一人の人は、ものすごくね、走るのに自信があった、体力に自信があったんで、ブワーッと突き進んでいったんですよね。で、もう一人の人は、とてもじゃないけど、その人にかなうような脚力も体力もないので、最初ね、ノル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 ,ノルと言ってたらしいんですよ。 ノロノロと言っていた、ずいぶん差が開いちゃったんですけども、そのうちにね、そのもう一人の人っていうのは歩きを止めちゃったんですよね。歩きを止めて、なんか近くでね、パン屋さんかなんかでバイトを始めたんですよ。何やってんのかなと競争に負けちゃうじゃないかと思ったら、一週間ぐらいバイトしたお金で自転車を買ったんですよね。一週間ぐらいバイトして自転車を買って、その自転車でシャーっとね、走り始めたんですよ。 そっからの競争っていうのも火を見るより明らかで、スタートこそ遅れたけども、その自転車対、やっぱりね、人の体力。これでね、自転車の方が抜いてしまって、結局は、バイトをした人の方が勝ったわけなんですよね。ここで何が私たちが学べるかっていうと、あの、その時私小学生だったんですよね。で、話を聞いたのが、うん、なんか先生から聞いたような気がするんですけど、本から読んだのかなと思いますけど、どっちにしても私、小学生5年生ぐらいの時にそれ聞いたんですよ。 でそこから何が学べたかというとあのすぐに社会に出てお金を稼ぎたいって気持ちは分かるとだから中学を卒業した後にすぐに働き出した人が稼ぎ始めるのは早いよと月に15万とかもしかしたら20万円とか1 5六6歳でも稼げるんだよっていうルートがあるとでももう一方で中学を卒業した後高校に行くでもしかしたら大学とか専門学校に行くっていうふうに社会に出て稼ぎ始めるのを遅らした方はどうなるのかなって言ったら もう実はそっちの方が稼げるんだよって話に持っていかれたんですよね。で、それすごくね、私納得できて、確かに、がむしゃらに走るだけでも、体力は尽きるし、うん、なんかやっぱり備えてる能力が自分の体だけだったら、やっぱ一馬力だよなと思ったわけなんですよね、今の言葉で言ったら。でも、こちらの方で学力を身につけて、高校、大学と進む中で、そこでの人脈なり、新しいね、 情報ととかルートを知ることができれば選択肢が増えた状態でどの選択肢に行けばスタートから有利なのかなもしくはスタートした当初は有利ではないけども5年10年経ったらとっても有利なね生活環境を手に入れられるかなって考えた時中学卒業してダーンと走りまくれるっていうのはある種ね特殊技術を持った人オリンピックの選手とかプロ野球の選手になれるとかボクシングのチャンピオンになれるとかそういう人はね学校に行ってる暇なくすぐに。 あの、そのリングに立った方がいいと思いますけども、そういう特徴もない平均的な方は、その平均の能力を高めるだけ高めた後にスタートした方がいい。だから大学に行ったらどうかなっていうので、あなるほどな、じゃあ大学進学した方が良さそうだなって私は思ったんですよね。いそういう話を、さっきの吉田さんがね、なんとか社長とかいう人ですかの話でちょっと連想したんで、多分その社長もどっかからその話を聞いてね、あの、話されたんだと思うんですけども、そのなんとか社長って誰ですかね ユーチューバーさんですかね、ちょっと私も知らないことが多くてね、恥ずかしいんですけども、ただそういうことを思い出したよってことですね、うん、であの、やっぱり目的と手段っていう中で、私、40歳からねあの、ネットビジネスを始めたわけなんです,始めたわけ,なんですけども、その家ってものを捉えれば、私、3年で家のお金を全部払ってるわけなんですよね、40歳から始めて、43歳であの、一定のお金を貯めて、45歳で家購入してますんで。 家を買うっていう計画はなかったわけですよ。45歳まで。45歳になって、家の内見会に行って、そこで、あ、いいなと思って、お金があるから買ったみたいな流れなんですけども、大抵の方っていうのは、住宅ローンを組むときって、少なくともね、1年とか2年とか、いろいろ検討したりとかね、住宅展示場行ったりとか、見積もりを出したりとか、比較検討したり、銀行何社も回ってみたいなことをした上で、30年とか35年ローンとか40年ローンとか払うわけですよね。でそう考えていくと、私のルートっていうのは結局、 ネットビジネスを選んだことによって最初はねグズグズとしてましたけども、うん、今すごい加速度をつけて走ってるのかなって気がするんですよね <laughs> <laughs> 失礼しましたなんかね寒くなってきましたね <laughs> えー、まあそういう形でね、うん、だからどんなスタートを切るのかいつスタートを切るのかいろいろあると思いますけども私は少なくともネットビジネスとか YouTube を手に入れてそれを使わせてもらってね やっぱり大ききなな人生を飛躍すすることができたなってのは思いますそれまでいろんな会社をやったりとかねいろんな商売をやったり店舗も20店舗以上やってきましたけどもそんなものが完全に無力化されるぐらいパソコン1台のビジネスってのはすごくくインパクトをを生生生んんででね時間ととか生命を生んでくれてるなと思います今私が家族と一緒に過ごせるのも子供がいるのも両親と一緒に過ごせるのも全部ねこれインターネットのおかげですね。 だからインターネットとかインターネットを使ったビジネスには感謝してもしきれないというもうのがありますし、だからこそ私はインターネットビジネスのいつまでもね、味方でいたいと思います。ネットビジネスは怪しいっていうので、ね、一瞬も思いませんし、その情報発信によってね、人を惑わすとかっていうリスクも抱えながら、その責任も抱えながら、それでもね、情報発信をしなければ、うん、救われないと思ってるんですよ。 でよくね私がね40歳から始めて43歳まで3年間で1億円稼いだって言ったら自慢するなっていう声もあるんですけどもうんあのやっぱね自慢,す自慢っていう言い方がねもしくはあの適さないかもしれませんけども誰かが成功例を示していかないと希望はなくなりますよ、ね。前澤社長みたいにお金がバーンとありますよとかね孫正義さんみたいにもうすごいいっぱい挑戦してますよ貧乏から這い上がってきましたよっていうのを自慢話ってとら捉えて。 で、そこに反感を買ったりね、反感を持ったりね、嫉妬心をずっと募らしているだけでは何も生まれません。そうではなくて、あ、孫さんみたいなところからでもこうなれるんだと。前澤社長みたいに人はなれるんだ。普通の人でも金持ちになれるんだって希望がいっぱい溢れてるんですよね。それこそヒルズ族、ネオヒルズ族っていうのがあって、連日テレビに出てね、自慢めいたことしてますけども、あれに反感を持ってそこから離れていくのか。 あそういう風になれるんだったら自分の歩いてきたコースじゃなくてこっちのコースに乗り換えようかなっていうふうに思うのとどっちがいいかなどっちが合理的かなと思うんですよ。私はね目的を達成すればそれまでの手段っていうのはおおむね正当化されると思うんですよ。これおおむねですよ。目的が達成されてもあまりにも大きい犠牲を払ったりとかね一方的な犯罪見えたことをしてしまえばそれは手段は正当化されませんけども少なくともね自分一人で活動して自分一人で結果をもう 掴み取ったらその掴み取った結果によってそれまで歩いてきたルートってのは正当化されると思いますよね。で私がねマージャン店で赤字で苦しんでいたっていう時代もありましたけどもそれが今正当化されてるのも苦しいからこそ最後の活路としてインターネットビジネスに飛び込むことしかなかったっていうところなんですよだからあの苦しい過去も笑って話せるし正当化できるんですよね。 でも私のマージャン店の経営が少なくともね、毎月5万とか10万とか利益を残せるような人生だったら、私ね、そんな挑戦してなかったと思うんですよ。だから、あの、赤字に感謝っていうかね、うん、なんかそんな気持ちもしますよ。逆風に感謝と言いますかね。で、そこに、どんなやつでも金持ちになれるんだ、インターネットの世界だっていうふうに、もうん、 言ってみればね、自慢してくれた人がいたおかげで、私はそこに希望を見出すことができたんですよ。だから自慢しやがって気持ちが悪いとかね、気に入らねえとか思って、そこから離れていたら、多分私はね、どうしようもない人生のままだったと思いますよね。もしかしたらこの地上にいないかもしれませんもうでもおかげさまで、今こうしていられるのは、自慢をしてくれた人のおかげだと思いますんで、人の自慢バラスって大好きなんですよ。だからって言うと、私がね、自慢めいたことを言って、 人の信教を逆なでをしようとは思いませんけども、ただ自分の過去を話したときに、嘘を偽りなく話したときに、それは自慢話に聞こえちゃうのか、そういう希望がありますよっていうふうに伝えているのか、それはね、捉えている人様々だと思いますんで、うん、なんとも言えないですよね。ということでね、今回はこの動画の概要欄に昨日撮影したね、大切なお知らせっていうものを貼ってますんで、そこに私の 自慢とかね、希望とかっていうものが全部込められてますんで、ご覧いただいたらと思います。既、まあ、に昨日アップロードして、1500回ぐらい見ていただいてるのかなと、コメントもたくさんいただいておりますんで、きっとね、これからご覧いただく方のお参考にもなると思うんでね、トライでいただければと思います。それでは、今回は以上です。いってらっしゃい。